皆様、こんにちは。愛犬家住宅のセラフ榎本です。愛犬には特有の疾患を発症する子がいます。大型犬に多いのが股関節形成不全、小型犬に多いのが室外骨脱臼などです。これらは先天的要因が7割、環境的要因が3割と言われています。環境的要因は愛犬家の皆様によってリスクを減らしてあげることができます。環境的要因として挙げられるのが、愛犬が足を滑らせてしまうフローリングの床。こうしたフローリングの床には床のコーティングがおすすめです。床のコーティングならセラフへのもとにお気軽にご相談ください。さて、愛犬丸抜クイズです。チベタンスパニエルは下顎が突き出ている犬種である。答えは丸です。チベタンスパニエルは下顎が突き出ているのが特徴的な犬種です。また尻尾や足の指の間などに長い飾り毛が生えており、これも特徴的です。目と目が離れていて、エンジン類のような顔つきが可愛らしい犬種です。以上で愛犬丸抜クイズを終わります。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんのための家のリフォームや増改築等ございましたら、お気軽にご相談ください。